対抗検査とは、体の対抗に対して行われる検査である。対抗を目視確認しただけでは不審物が発見できない場合、X 線検査が行われることもある最も厳格な身体検査の手法である。体の内部につながる対抗である高校、鼻校、耳、尿道、肛門及び直腸、膣が主な検査項目である。通常は、検診の際に用いられる。 検診で行われる主な理由は、それらの対抗を利用して、不当に隠し持たれている武器や薬物等を発見するためである。保安検査の検診の場合、アメリカ運輸保安庁によると6歳から対抗検査の対象となる。また他の理由としては、刑事や民事事件の捜査や証明として行われることがある。実例として、イラクでは裁判所の命令による検診で、 医療法務機関により対抗検査が行われている。検診の他の実施事例としては採用試験の身体検査項目に用いられることがあり、ごく稀に軍隊や学校で行われることがある。実例ではトルコにおいて1999年以前に高校や2001年以降に看護学校で実施が義務付けられていが2010年代に入り停止されている。また、インドネシアでは 警察やインドネシア軍の採用試験において、日本指検査と呼ばれる対抗検査が行われている。人体の内部に対する強制的性質を伴う検査であるため、合法性に対して異論があり、パキスタンなど一部の国では廃止されている。アメリカ合衆国では合衆国最高裁判所のウォーレン・イー・バーガー判事によるベルブ・イ・ウールフィッシュ基準に基づいて行われている。 またアメリカ合衆国税官、国境警備局が国境審査で行うこともある。ありがとうございます。